リンクと試練の古城。このコースね、なんか武器を使い分けて進めみたいな書いてあったんで、武器といってもまあ剣か、リンクなので剣だとは思うんだけども、シールとかね、ボムとか多分いろいろ使い分けてやるんじゃないかな。下プラス Y。これを使えってこと？ん？あー、これはボムをここに置いて、それ出しってこと？こういうこと？はーい。合ってる。あー、合ってる合ってる。1アップもゲットして、さあ、まずはここをクリア。クリアじゃない。何これ？これもダッシュして、なるほど。このまま着くと。着いたら、ここで変えてくれて、はい。うおー、ちょ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 。やってきたぞ。待って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 。聞いてない聞いてない。上に上がっていいぞいいぞいいぞ。そして、早く早く早く。早く、あ、ばばばば、危ない。こうして、これ何いける？いける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 いけたねいけたね。危ない。こうして、ま、すごっ。初見でもなんとなくわかるのがすごい。あ、コイン取りたかった。くそ。しょうがない。とりあえずこれが第一面かな。第一面をクリアしましたよと。ピンコインを取って、さあ最初に多分戻っていくと。だよね。で、次が、この土管まず入ったから、まあ、順番に行こうか。次はこの扉に入っていく。すると何これ何これ。おお、ジャンプして、あ、弓矢。いや、ちゃんと弓矢書いてあったわ。右上にちゃんと書いてあったわ。さあ集中して、よし、はいはいはい、完璧。まっすぐ、まあ面白い。コイン取って、からのここ、ここ、あー。いや、相変わらずアクションが面白いんだよな。はい、からのまっすぐ打って、まっすぐ打つ、コインも取って、まずは上に打ってからこう、よし。でもって、こちらに行けると。次はなんだこれ？何これ？何これ？行っていいの？行こうか。なるほどね。ジャンプして、はい！オッケー！これで入れると。いやー、もう楽しい。いやー、さすが、相変わらず、推しの職人さん、立ち会いさんのコースはさすがに楽しい。さあ、次に行きましょう。今、ドカンとこの扉入ったから、次が、ここ入ろうかな。黄色に入っていきましょう。入ると Y。 おお、何それ。ギリギリドッスンの反応範囲に入るってことか。いや、これも面白いな。下突きで、やばいやばいやばい、急いで急げ、急いで急いで、これ Y。 OK。 わー、面白これ。あーと、早く早く上に行って、上に行って、どうすんのこれ。借金コン OK。 早く早く。いや、アクションがやばい。楽しい。楽しすぎる。アクションが楽しすぎる。なんでこんなうまいことさ、初見でいけるようになってんの。天才か。天才かな。待って待って、これは、どんどん上がっていって、マグマが来るから上がっていって、どうすんのこれ。これをついて上に上がるのかな。こういうことかな。合ってるよね、合ってるよね。よしよしよし。でもって、何あのコイン、あのコインどうしたらいいの。あのコイン取れないじゃん。取れないじゃん。あれ取り方ある。無理じゃない。あ、わかった。もしかしてここにボムを置いたらコインが落ちて、で跳ねてこっちに来てくれる。実は、あ、それを弓矢で撃つのか。あー、くそー。思いつくのが遅かった。いやー、でもいいな、超楽しいな。なんかこうワクワクしちゃうというか、なんか笑顔になっちゃうよね、本当に。次が黄色まで終わったから、ここに入ろう。次が青土管。何これ、リンク死んでるけど。シールドか、シールド使えってことか。なんか入ってるこれ。あ、何も入ってない。こっちは何もないから、じゃあとりあえずこっちに入りましょうと。でシールドを使って進め。シールド、どういうこと。あー、そういうこと。あー、楽しい。炎を防ぐんだこうやって。わー、よくできてる。あー、やっちゃった。あー、やり直し。いや、ダメだ、死にます。いや、しかもこれさ、後ろの構造がさ、コータコインを使うことによって後ろにそれたら即ダメになるっていう風にしてるのがすごくいいよね。よいしょ、 OK。 いけたいけた。なるべく前で受けて時間の余裕を持つ、時間の余裕を前で受けて持つ。よし、いいぞ、今調子がいいぞ。でもって一番下に行って、大丈夫かこれ。いけるかいけるかいけるいけるいけるぞ。よしよしよし、これでいけた。待て待て、防いで。あ、これもう行ってもいいか、行ってもいいか。いけ、よしよしよし。さあ、これでピンコインもゲットして、ここ P の時は行かせてくれないと、バグが起きるのを防ぐために行かせてくれないっていう感じですね。さあ、そうすると次がいよいよ、
もう一個だけあったよね、もう一個だけ。あったあった、ここ。ね、ここボムでドッカンして、あ、ボムでドッカンしたということは、ここはボムを使うということか。わ、なるほど。入る前にそれを予見させるのすごいな。あ、いや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 。あ、戻れなくなってる。素晴らしい。ボムでドーンと、これか。こうして、これもボムでドーンと。わ、楽しい。待って待って、なんか迫ってきてるんだけど、待って待って待って。何か迫ってきてるよ、待って。待って待って。いや、アクションが楽しすぎる。待って、これ時間が、時間が、時間が、いける、ギリギリいける。いや、すごー。調整完璧か。調整完璧すぎない。これで鍵ゲットして、ドアがあったっけ？ドアがあったから、そこに入って、さ、これで今度こそ、ボスが、これボスだよね、多分。これで多分ボス戦が、スタートするはず。勝負だ、ボス。いにしえの古城のボス。誰、ボス。あー、ちょっと待って、あー、違う、あー、違うのよ。あ、しかもちゃんと、ここでピンクコイン分岐を使って、鍵が手に入るようになってる。あ、おしゃれ。疑似中間みたいな感じだね。さあ、これであとは、こっちに入っていって、さあ、ボス戦開始。さあ、今度こそ、なるほど。だから、レーザーも避けながら、ガード、よ、わわ、ちょ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 。勝つ上に弓を打って、こうか。こういうこと？待って待って、ガード、あー、危ない！で、ガードしながら上に打つんだ。わ、すごっ。待って待って、ガード、これが潰されないように。いや、これ、結構長期戦だな、これ。結構長期戦だぞ。ガード、オッケー。いや、でも、なんかすごい、なんか別ゲーやってるみたい、マジで。楽しい。めちゃめちゃ楽しいんだけど。こう、こう。あ、ない。待って待って、急いで。待って、ガッダー！間に合わなかった！オッケー。立って守りながら、あれ？これでどうやって戦えばいいんだ。ああ！サシュチュー、上の方に打って、かつガードもする。上の方に打って、弓の名手のごとく打って。待って、危ない。よしよしよし、危ない。一旦、上に打って。あ、でも慣れてきたぞ、ちょっと慣れてきた。ガード、危ない、ギリギリ。間に合った、危ない、ちょっと待って、ちょい待って、一回ガードして。よいしょ、上に打って。いや、むずいぞ。よいしょ。危ない！ギリギリ！よいしょ。オッケーきたー！これでレーザーをまずはガードするでしょ？でもって、狙いを定めて、ここだ！オッケー！楽しい！これめっちゃ楽しいじゃん。いや、超対策って感じだね、これ。そして、何にもないけども。あ、待てよ、見つけましたよ、皆さん。何ですか、これは。隠しでしょ、これ。隠しでしょ。やったー！隠しっぽいぞ。え、なにこれ、あ、当たるじゃん。え、跳ね返してこんな感じ。あ、わかった。それでこうだ。とりあえずここで返して、すると上に上がって、あ、こういうことね。よかったよかった。で、今度はここで、あー、待って、戻ってきちゃう。で、急いでここで、でよし、これでいけるでしょ。で、持って、でれれれ、やった、いけた、こういうことか。わあ、楽しい。これで、あ、ドライフォース、ありがとう、ドライフォース。ちゃんと全部ゲットして、いやー、よかったー。これでボーナスも完全クリア。ここ叩いて、これでもうないよね、何も。じゃあ、あとは、こっちに戻っていって、土管に入ると、これでゴールだよね。ありがとうゴーって、こんなとこに1アップもある。いや、剣を出してゴール。いや、これ超面白いね。トライフォースをゲットして、そう、隠し部屋もちゃんとゲットしましたからね。そして、闇夜に消えていくリンク。いや、これはすごかったね。これなんか超大作って感じだった。リンクと試練の古城、皆さんもよければ遊んでみてください。それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.